UUUM が主催するエペ祭りと CR カップ Apex Legends で夢のコラボが実現。 CR エペ祭りが開催されました。賞金総額600万円をかけ、プロゲーマーやストリーマーなど総勢60人が参加。各試合で大人気 YouTuber ヒカキンを撃破すると100万円を獲得することができます。そのヒカキンを守るのはクレイジーラクーンに所属するラストセリー、まさに世界トップクラスのボディーガード。面白いよね。注目の第1試合中盤、ヒカキンさんのアーマーが青になっています。ヒカキンがピンチに。やっぱこれ一筋縄で王は落ちませんよ。あー、飛び出ていった。生肉怖い、大丈夫か。やばい、あーやばい。ヒカキンさんの移動もすべてラス選手たちが。さあそこに後ろから最強のボディーガード。なんとか丸められるも2チームに挟まれてしまいます。なんとか髪がついて100万円だもんね。回復できない。回復、あー後ろから来ますよヒカキンさん。あー、セリが落ちる。残ったのはラス。チームがない。ヒカキンはギリギリ。パンチが4分の1もない。まだ耐えてますね。これ前をラス選手が守ってるんですよ。ピンク迫ってきますが、ラス選手。いやでもこれまだラスが守ってる。ラス強いやー、ヒカキンを取ったのはスレタキです。取られた。最初にヒカキンを撃破したのは元プロゲーマーのスデタキ。見事100万円を獲得します。スデタキ。その後第2試合ではラッダー、第3試合はユクナがヒカキンを撃破し、それぞれ100万円を獲得。3対全員でしょ。続く第4試合、ヒカキンさんチーム取っていいことですからね。あー、状況いい。やばい、ブロック。ヒカキンさんも責任感じちゃうよ。どうするこれ、本当に100万あるよ。ヒカキンはボドカにダウンを取られます。それでもギリギリ。確定でやらないと100万円にはならないので、復活してもらって回復間に合うか。ラストセリーのカバーにより蘇生、難を逃れます。これがラストセリー。さあそして愛に近づいてこようものならば全部返しますからね。まだ戦います。ヒカキンチーム。試合中盤、ヒカキンチームはリングと敵に挟まれる苦しい展開。ずっと挟まれてんじゃん。さあ移動ができない。厳しいか。リングでやられた場合は持ち越しです。いやでもここは前に行ったら、だるまに行くとは前に行ったけど、やばい。これ大志さん、大志あー、取った。ヒカキンを撃破したのはここまで1キルもしていなかった最下位の大志。最高だろうなこれ。0ポイントの男が100万円にしましたよ。大会あります。皆さんこれ諦めないことの重さを感じていただけたのではなかろうか。確かにね、学ぶことを。迎えた最終試合。100万ハウスが移動します。さあそしたら画面変わってヒカキンさんもかなり移動していますね。いやでもここだいぶ苦しいポジションですよ。ガスをとりあえず設置がちょっと車線が多い。銃弾と銃弾が飛んでくるんですよ。刺さったところはどっから自分が狙われてんだっていう。最終試合は一ノ瀬ウルハが100万円を獲得しました。毎試合1年分のグレを今日受けた感じがしてます。そうですよね。もう無理やんみたいな。苦しかったっすよ。指名手配犯なのかな俺みたいな。本当にラスさんとセリーさんが一生懸命守ってくれてなんとか成り立ったと思うんで、今日は応援ありがとうございました。ストリートファイターリーグプロ JP2021 プレーオフ、リーグ2位から5位の4チームで争われるプレーオフは、日本一を決めるグランドファイナルに進出する2チームが決まります。注目はリーグ2位、世界大会の優勝経験者が多く揃う V6 プラスパブロート G と、リーグ3位レジェンド梅原と人気プロゲーマーフードが所属するミルダムビーストの戦い。やっぱ結局ここになってくるね。勝ったチームがグランドファイナルに進出します。3人で戦う団体戦、先方中堅が勝利すると1ポイント、大将が勝利すると2ポイント獲得となり、先に5ポイント獲得したチームの勝利となります。リーグ戦2度の対戦で敗れているミルダムビースト、それでもリーダー梅原が土壇場での強さを見せます。第1セット。豆原がのみ V トリガーがあります。箱は先ほどフリーバサル使ったんで、さあゲージも溜まっていた。さあどこまで減るか、倒しきりは至らない。梅原は相手の猛攻を受け、体力ゲージは残りわずか。そうですよ、早めに気をつけたいところをはじかしている。すげえなこの人。先に刺さって逆転 KO で勢いに乗った梅原はストレートで先鋒戦を勝利。しかし続く中堅の YHC 持ち、そして大将のフードが接戦の末負けて連敗。1巡目を終えてポイントは3対1。もう負けると後がないミルダムビースト。2巡目の先鋒はリーダー梅原。第1セットを梅原が取って、勝てば勝利となる第2セット。梅原の体力ゲージは残りわずか。さっきもそんなシーンありましたね。相手の攻撃をうまくかわし、必殺技で仕留めた梅原がまたもや逆転勝利。これで息を吹き返したミルダムビーストは続く中堅戦も制し、ポイントで並びます。そして勝負が決まる大将戦はフードと時戸の対戦。2セット連取したフードがリーチで迎えた第4セット。果たしてどんな決着が。一回ミスしたら終わりなんだね。突きつかれちゃうな。ミルダムビーストが3位からの下克上で見事グランドファイナルに勝ち進みました。残り1つとなったグランドファイナルの椅子は、敗者復活を勝ち上がった V6 プラスファブロート G が獲得しました。許しませんからね。待っといてください。宣戦布告ですね。